はい、おはようございます。ダンサー世代のアンジです。今日も生動画を見ていただき本当にありがとうございます。今回もですね、ダンサー世代の言うべきな情報をあなたに配信していきたいと思います。今回はですね、腕が重たく感じるっていうことなんですけども、この話はですね、実際来られている方が、お話があったんですけども、デスクワークをしている方って女性でですね、もう朝から晩までずっとほぼ、デスクワーク、パソコンを打っている、まあ、電話を受けるっていう形で、1日あれば1週間ね、月から金まで頑張ってお勤めしてるんですけども、週末になってくるとですね、どうしても腕がだるい、腕が重たいっておっしゃってるんですね。で、ずっとどんな姿勢なのかなと思ってちょっと聞いたらですね、びっくりしました。ちょっと僕がですね、こう書きます。頭、これ背中があって、こうあって、こう座って、これ机、これ椅子があって、机がこうあるって、パソコンがあって、ね、ずっとこうなんですよ。クチクチクチ、まあ肘はちょっと曲がってるかもしれない。クチ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 。ね、いくらですね、机の上に乗ってるでもこの動作をずーっとやってるとですね、どこに疲れるかっていうとですね、この肩の付け根なんですね。もうね、ここがね、僕もね、最近だるいんですよね。で、これ何かというとですね、50肩になる人も前兆でですね、ここがだる重たくなるらしいんですね。で、僕はですね、自分でだるくなったら、だる重たくなることがあるんで、僕もこう肩を回したりとかもちろんするんですけども、ちゃんと僕ですね、自分の、カバンには常にこれ一つ入ってるんですね。で、言えば、かけるんですよ。かけるんですね。はい、そならですね、気持ちよくてこうおおってなるんですね。あ、マイク落ちたマイク落ちちゃったんですけども、要はですね、何が原因かっていうことです。何が原因かつけれないですね。あ、つけた。何が原因かというとですね、もう答えは、疲労、疲れましたってやつですね。もう腕が疲れてるんですよ。もう毎日一日ずっと朝から晩まで、パソコン打ってですね、電話取ったりとかですね、したら腕がもう疲れるんですよ。筋トレじゃない疲れ方です。はい。でですね、この今僕が回るしたところ、相当ここが疲れます。で、ここからどんどん何が起こるかというとですね、肘、手首で関節に、関節にですね、こう影響が出てきます。腕の動きとかですね、肘の動きがどんどんこわばってくるんですね。筋肉が硬くなってですね。だからそういう時にですね、これです。これをですね、シュッとかけるんですけども、ああ、もうむちゃむちゃ楽なんですよ。っていうのをですね、僕がここでやったら超うさんくさいかもしれないんですけど、まあ実際僕がこうやってるんでしょうがないんですけども、要はですね、いくらデスクワーク、いくらオフィスで勤めててもですね、腕がだるくなったりするの当然なんですよ。スポーツ選手だけじゃなくて、運動してるだけじゃなくてもですね、日常生活で体って疲れるんですね。ただそれがですね、肉体的に本当に疲労が溜まってるとかじゃなくて、じわじわ1週間月から金にかけてですね、どんどん体が疲れてくるっていう状態が、まさにこのデスクで働いている方のですね、よくある典型なんで、ぜひもしあなたがですね、腕が疲れてきたなと思ったら、しっかりですね、肩を回したりとか、炭酸をかけたりとか、お風呂入ったりとかですね、温めてほしいと思います。はい、まあこんな感じですね、腕が重たく感じる理由はですね、疲労です。はい、なんで私何もしてへんのにって言われるんですよね。でも何もしてへんわけないんですよね。1日24時間のうち働いたりしてますから、はい、仕事もしているっていうことを忘れないでください。はい、まあ、こんな感じですね。今日は終わりたいと思います。また次回お会いしましょう。さよなら。